あ、そうだ。捕獲しとくか。明日はお祭りだね。しとくかっていう気持ちにしとくか。失敗しました。おかしくないですか。振られました。このゲームおかしくない？秒で振られたんだが。あ、そうだ、ラブ飲みドリンク与えとゲームやるの仕方ない。ちょっと待って。この惚れ薬で先導するわ。おい、秒で振られたが。本が浮いてる。なんかすごい今心にダメージを負った。辛い。危険な薬じゃねえか。明日はお祭りだね。全然上がってねえ。10% しか上がってねえ。え？これもしかしてさ、明日はお祭りだね。成功するになる？ならねえ。二度振られた。二度振られた。こんな台風の中。こんな台風なんか選んでも。みんな石拾った。光に当たったところがキラキラしてる。高級品かもしれん。階段で磨けばもっと光るかもしれない。俺のこの、料理を作る才能も、磨けば光るかもしれない。なるほど。なるほど。なるほどじゃないの。よく見たら、え？ふうかちゃん馴染みすぎじゃない？違う。え？違う。ラインハルスさんが馴染みすぎなのか。ふうかちゃんの言葉わかるようになってんだよね。と思ったけど、アレス君もすぐわかったわ。出会って10秒ぐらいだったわ。すごい！石全部ピカピカになった！やった！やった！やったがねえよ。研磨用のもの？そんなの持ち歩いてんの？いつ人切っても大丈夫なように？ああ。そうだ。すごいな。いや、何ですかね。小手先の技術。使った回数が多いってことは。何人切ったんかな？やっぱ資格が、来るとかあるだろうしな、ベアトリスさんのそばにいる。恥死の才。騎士の才能あるかもしれない、レインハルスさん。今見たら、レインハルスさんの装備、騎士団長の装備だろ、これ。目立ちすぎだろ、よく考えたら。全然気にしなかったな。装飾派手すぎるわ。最前線に立ってる人も好きそうじゃん。で、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 行くぞーじゃん。なんか天気悪くない今日。おい、嘘だろ。晴れになってるけど、本当に晴れかこれ。あれ？なぜだ？え、枯れてる。あれ？ピーマンが枯れてる。なんで？なんでこんなさ、荒れ放題になってんの？あれ？あ、台風。台風か。忘れてた。うおー、間に合え。何時までだ、あれ。13時までになる、まででもギリ間に合うよ、これ。間に合え、ラインハルスさん、何やってんすかー。よし、危ねえ。ここマジ何やってんの？あんまり使わない。お願いって何よ。私は、困らせるな、ラインハルスさんを。どうしたんすか？
何やってんすか、犯人っすか、説得、なんか参加しねえのかお前、今日の陽キャ祭り参加しねえとかいうつもりじゃねえだろうな。それが、あ、違ったわ、待って、あれしょ、バリツじゃん日本で習わなきゃ、いや不自由なの、なんで、ああ、そういうことか、キミさんの護衛があるからね、教えるのは別にいいんだ、なみなみならぬ向上心、そうなの、武術もああ、滝に落ちそう納得したみたいちょろすぎる米上手、これは次褒められます、次じゃねえ、もうその場にいる、ちょっと待て、おい、次誰くどい、あれ違った、誰く、店が違え、パルモさんくどいと思ったら、ハインツさんくどいてるわ、ダメか、店前でこんなところでラインハットさん人に見られちゃうよ、見られて困ることはねえだろ、そうだね、そうだね、趣味とか好きな遊び、僕ボールですよなあ、ハイスくん、あと農作業だ、お客さんかっこいいですねって褒められたんだ嘘っぽい、反応で困るシリーズやめろ、いらないピノピオも加工されると思ってねえだ、自分の鼻をよ、早くない、気持ち悪いしだ、うわ、今日バズりだしだ、何してるのお前は、ホストじゃん、うーん、なんだ、苦戦してましたね、ハインツさんの相手今回はなか、今回の勝負なかなかきつかったようですね、ラインハウスさん、愉快な個人と接した経験あまりなくて、対戦の経験がないからな話すの上手か、溢れてるかな、一緒に楽しくなるのが重要なんじゃないですか、なるほど、一緒に楽しく共に言葉を交わすことを楽しむか、陽キャの、陽キャへの目覚めじゃん、圧倒しろ陽キャのオーラで、おっ、陽キャのオーラが体重から溢れておるわ、何話すの、陽キャが、次何やってんすか、あー、またハインツさんと対戦してる、またマッチ組まれてるやん、顔出し分けよ、滑れない話もしてんのかお前、何の話ですか、見つけたんだ、言ってくれよ、いらねえわ、宝石か、すごいですね、持って帰ったら大金持ち確実、お前じゃねえのかよ、なるほど、取り合ってきてハインツ殿じゃないんかーい乗るの上手くなってどうする、真面目すぎるだろ腕を上げたねえ乗りツッコミで練習させられてるハインツのボケが綺麗だからですよ、おじさんまた腕を磨いてくれ、高め合わないでくれ、俺のついていけない領域の話をするな、登るなそんなもの、そんな高み目指さなくていいかな、
カインズを求めているものが分かった。いや、登らないで。いや、待ってくれ。腕を上げないでくれ、そんな。私の努力。はい、欲しいほど。どうしたん？悩み聞こうか。好き放題してんな、こいつ。してねえだろ、ダイハツさん。コミキョを圧倒するな。コミキョ同士の戦いを見されてる。目で背負っていくのがやっとだ。くどいたかな。私いつも見てますアピールなんてそんな落ちちゃうよ、ダイハツさんが。追いかけるな、追撃だろこれ。やりやがった、追撃しに行ってやがる。なんでここの追撃いる。へいへい、ラインハウスさんよ、恥ずかしがってんじゃねえのか。ちょっと悩んでるじゃねえか。完全に追撃だよ。森行って睨みつけるな。私が人付き合いに関して努力しているという評価を改めてほしい。なぜ。いや、評価はそのままでもいい。それを他の人に言わないでほしい。いいことじゃないですか。せやな、この文明死ぬほどさんくさい女。敵を増やしたくない。まあ、ここの連中そんなに今強い人いないけどな。ちょっとラインハートさんもそんなにやって、頭を避けるな。で、この頭のズームいる？すんごい近い。こんなテクスチャー見せつけることある？スイッ、首がスイッて。私の対人術見抜かれたのは初めてだ。短期間、裏の匠は悪意もなく、こんなつもりじゃないんだよな。じゃあ他の人にも見抜かれてると思うわ。感覚で相手の欲しいことを見抜き、誠意に人の心を開いていく。期待の人、まあ好感度爆上げだからな。私が留守にするときもお嬢様安心だ。護衛するの俺。どっか行くんですか。もう本編ないっすよ。あ、どっかに伊豆公開とされていった。